皆さん、こんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回もお悩み相談やっていきたいと思います。この企画では皆さんのイラストのお悩みに対して僕なりのアドバイスをさせていただきます。相談者さんのイラストを見ながら具体的な問題点や解決案をお伝えしていきますので、ぜひお悩み解決の参考にしてみてください。今回は稲月とわさんからの相談です。自分は1年ほど前から絵を描き始めたものです。最近は SNS で自分の作品をもっとたくさん見てもらいたいと思うようになりましたが、なかなかいいねやリツイートがされずに少し落ち込んでいます。どうすれば自分の作品をもっと多くの人に見てもらえるでしょうか？やはり SNS はコミュニケーションの方が大事なのでしょうか？自分はそういったことが苦手なのですが、頑張った方がいいですか？それとも自分の作品自体に魅力がないのでしょうか？そうだとしたらどこを直せばいいですか？参考作品として2枚ほど添付いたします。また、絵を仕事にしたいと思っているのですが、今の実力では無理でしょうか？アドバイスお願いいたします。はい、とのことなんですが、これね、結構皆さんあると思います。イラストレーターの SNS 戦略なんですけど、いろんな方法がいろんなところで言われています。結局は画力だよ。いやいや、そもそもフォロワーがいないと作品を見てもらえないんだから、そのためにもコミュニケーションが大切だよ。いやいや、人気キャラクターを描くこと、これが一番重要だね。いや、そうじゃないよ。ちょっとね、エッチなシチュエーションのイラストを描いてればフォロワーなんてたくさん増えるよ。いや、それよりも、とにかくね、枚数を描くことが重要です。こんな感じでいろんな情報が飛び交ってて、結局自分は何を頑張ったらいいのか、何が一番重要なのかよくわからないよ。そうなっているような方結構ねいるんじゃないかと思います。しかもイラストレーターさんの中には絵が上手くないのに10万フォロワーいるような人もいたり、全く自分からフォローしたりコミュニケーションを取らないのにフォロワーが10万人とかになってるイラストレーターさんもいます。一体何が真実なんだよと。ですので今回はイラストレーターが SNS をやる上で何が一番重要なのかというお話をしていきたいと思います。結論からお話しすると、イラストレーターが SNS で絶対に必要なものはこの2つです。はい、画力とフォロワーです。で、この画力というのはある程度の画力です。このある程度の画力って何なのかって言いますと、あなたのことを全く知らない人がその絵を見た時に評価してもらえるレベルの画力です。SNS ってまずこう自分が作品を投稿するじゃないですか。そうするとまず最初にフォロワーさんがその作品を見てくれます。で、その作品を見たフォロワーさんがそのイラストにいいねをしたり、リツイートをしたりしてくれることによって、そのフォロワーさんのフォロワーさんたちに自分の作品が届きます。で、あなたをフォローしてないこの人たちがその作品をいいなと思った時に、あなたをフォローしてくれたり、さらにそのイラストをいいねしてくれたり、リツイートしてくれるんです。で、正直、ここのフォロワーさんまでは、すでにね、あなたの絵が好きな人だったり、あなたと普段からね、相互フォロワーで仲良くしてるような人だったりしたら、結構ね、いいねやリツイートをしてくれます。それは、クラスメートがあなたのイラストを見て、あ、〇〇ちゃん、絵うまいねって感じで褒めてくれたり、いいねって言ってくれたりするような感じで、友達付き合いみたいな感じで、相互付き合い的な部分が多いんじゃないかなと僕は思います。でも、こっちのフォロワーさんじゃない人たちは違うんですよ。この人たちに認められる作品を描ければ、どんどんフォロワーも増えるし、さらにどんどんイラストを拡散してもらって、いろんな人に見てもらえるしっていうことで、どん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 あなたの作品が多くの人に見てもらえるようになります。だからこのフォロワーじゃないあなたのことを全く知らない人たちが認めてくれるようなある程度の画力っていうのが必要になってくるんです。ハッシュタグをつけて絵を投稿しても一緒ですよね。そっからこういろんなハッシュタグを見た人たちがイラストを見るんですけど、その人たちはあなたのフォロワーじゃないので、そういう人たちにいいなと思わせるある程度の画力が必要になってきます。で、今の話だとある程度の画力があればどんどんね、フォロワーが増えてどんどん多くの人に絵を見てもらえるって話したんですけど、そもそもここ、このきっかけとなる
フォロワーがいないと誰にも広めてもらえないんで、いくら画力があっても意味がないんですよ。だからフォロワーも重要なんです。で、ある程度の画力とフォロワーっていうのは必須ですよっていうお話を今したんですが、それ以外に戦略というものがあります。例えば人気キャラクターの二次創作イラストを描きましょうとか、エロ系とかドキドキシチュエーション系のイラストを描きましょうとか、そもそも枚数をいっぱい投稿しましょうとか、自分からフォローしましょうとか、交流しましょうとかです。で、この戦略っていうのは画力とフォロワーを補うものなんです。足りない画力や足りないフォロワーを補ってくれるし、フォロワーも増えやすくしてくれます。そうだ、あとハッシュタグを使おうとかも。そうですね、こういうものは戦略なんですよ。この必須なことと戦略があるから、最初に言ってたようないろんな SNS 戦略のやり方があるけど、それをやらずに人気になってるイラストレーターさんもたくさんいて、一体何をやったらいいのかわからないっていう状況になってるんです。だから正直ね、画力とフォロワーさえあれば何でもいいんですよ。何でもいいんですけど、戦略を使えば画力が少なかったりフォロワーが少なくても今より良くなったり、また画力やフォロワーが多い状態でももっともっと多くの人に見てもらえるよねっていうものになるんです。なので、この必須な画力やフォロワーは着々と伸ばしていって、戦略をうまく使っていくのが一番いいんじゃないかなと僕は思います。ただここで僕はやりたくないことをやるのは違うんじゃないかなと思います。なんでかっていうと、やりたくないことは辛いし、多分続かないからです。どうしてもね、エロい絵は描きたくない、会社員だからどうしてもね枚数は描けない、交流してる暇がないとか、コミュ障だから交流するのが苦手、そういう場合は無理してやらなくてもいいと思います。ただやらない分、やってる人よりは伸びにくいですよっていうことはしっかりね受け止めて、その分画力を上げていくように頑張ってください。で、ここまでの内容を踏まえて、トワさんのねイラストを見ていきたいんですが、トワさんの質問で、 SNS はコミュニケーションの方が大事なのでしょうか、それとも自分の作品自体に魅力がないのでしょうかという質問に対しての答えですが、ちょっと厳しいかもしれませんが、正直に申し上げると、必須だといったある程度の画力、そしてフォロワー、どっちもねまだ足りないかなと思います。今トワさんはフォロワーが100人なので、多くの人にイラストを見てもらいたければもう少しね増やした方がいいと思います。で、画力の方なんですけど、1年ほど前から絵を描き始めたにしてはめちゃくちゃうまいです。描きたいものも表現したいものもしっかりね伝わってくるし、顔も可愛く描けているので、このまま続けていけばね、すごいね絵が上手くなると思います。その才能を僕はねトワさんには感じます。ただ最初に言ってた、全くトワさんのことを知らない相互フォローでもない人がこのイラストを見てたくさんいいねしてくれたりリツイートしてくれるような画力かっていうと、そうじゃないのかなと思います。それはイラストの品質がまだね一定のラインを超えていないからです。例えばこの色の塗りなんですが、全体的にまだメリハリがしっかりついてないかなと思います。で、他にも例えばね、この耳の形であったり、やっぱ人体の構造であったり、あとはこういった服ですね、服の描き方に非常にね初心者感を感じてしまいます。あとは背景がシンプルなグラデーションであったり、少し素材を置いた感が強いイラストになってしまっていたり、で、あとは構図ですね。こちらのイラストはかなり構図がいいんですけど、こちらのイラストはちょっとね上の部分の空白がすごい目立ってしまっているので、まだ構図が甘いかなという感じです。顔と顔周りの髪の毛の作画はかなりいいので、今言ったような部分をぜひね改善していってほしいなって思います。で、今戦略として僕がトワさんにおすすめしたいのは、トワさん多分エロ系とかシチュエーションっていうのはやりたくないことなんじゃないかなと思います。そしてあんまりコミュニケーションを取るのも得意ではないと言っていました。なのでおすすめしたい戦略は二次創作を描くことです。こちらのイラストオリジナル作品なんですけど、オリジナルは相当な画力がないと需要が
ないんですよ。一番厳しい世界なんじゃないかなと思います。オリジナルで伸ばしたかったら圧倒的な画力が必要です。なのでコミュニケーションじゃない方法でフォロワーを増やしたいんであれば、一旦二次創作を書いてみてもいいんじゃないかなと思います。そして二次創作をおすすめする理由がありまして、二次創作から学べることってめちゃくちゃあるんですよ。元のキャラクターがいるので、顔の描き方であったりとか髪の描き方、いろんなパターン、いろんなコツ、いろんなこだわりを学ぶことができます。そしていろんな体型、いろんなポーズを描くことによって人体も学べるし、洋服も元のキャラクターが参考画像になるので、描き方ってのをどん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 学んでいけるんですよ。塗り方も元のキャラクターの塗り方を参考にすることで学べるものってたくさんあります。なので先ほど言った足りない画力を向上させるためにもね、一回二次創作やってみることをおすすめします。はい、でこれはね、あくまで稲月とわさんへのアドバイスです。全員にとってそれが一番重要というものではありません。 SNS で多くの人にイラストを評価してもらうためには画力とフォロワーが必須です。画力が足りないなら画力を増やす、フォロワーが少ないならフォロワーを増やす、どっちも足りないならどっちも増やさないといけません。で、それを補うために自分に合った戦略を行っていくといいと思います。この企画ではイラストそのものの添削とはまた違った、どうしたらいいかわからないとか成長に行き詰まってるというようなお悩みを募集しています。概要欄に応募方法を書いておきますので、お悩みがある方は概要欄を見てぜひ送ってください。ヤキマイルのお絵かきチャンネルではお絵かき関連の動画をアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。では。